はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、龍です。さあ今回なんですが、僕が考えた最強デッキをねご紹介していきたいなというふうに思っております。やりたいこと全ぶっ込みスーパーアルティメットわがまま構築となってまして、以前ですね、覇王ダイナルフィアデッキっていうのを動画にしたと思うんですが、あのそこにですね、あのシャドウディストピアもぶっ込みまして、シャドウ覇王シャドウダイナルフィアっていうデッキを組んできました。はい、理論上最強これあのね、もともとね、あのダイナルフィアっていうのが出張パーツになり得ると、ダイナルフィア、テレジアとあのフレンジーがいるんで、まあ、この辺のね、ギミックが、まあ、簡単にね、レックスタームが出るということで、まあ、ここ出張パーツになり得ると。で、ハオールの魂も、まあ、罠デッキであれば出張パーツになり得るっていう感じなんですけども、ライフガンガン削ってね、いけるんで。で、この辺のトラップカードって結局リリースでね、セットできるわけですよ。やめ属性モンスターリリースすると。で、リリースと何が相性がいいかっていうと、結局ね、暗黒世界シャドウディストピアなんですよね。シャドウディストピアっていうのは、貼ってあると、自分のモンスターもリリースできるし、相手のモンスターもなんか代わりにリリースすることができるっていう、なんかその怪獣みたいな感じでリリース除去できるわけですよ、このカード。これを使ってね、相手のモンスター除去していくギミックにプラスして、ダイナルフィアと覇王竜入れたら最強やんけっていう、まあ、そういう感じです今回の発想は。で、一応シャドウディストピア入ってますんで、リリーストラップカードめっちゃ入ってるんですよね。例えば土球部隊とか、闇のデッキャカウイルスとか、闇レイジズ欲とか、これのカードを使って相手のフィールドのモンスターをリリースしながら相手のカードを破壊したり、相手のモンスターをリリースして相手の魔法トラップカードを破壊したり、闇のデッキャカウイルスを打った後に絶対相手は手札に魔法がないから、その後に闇レイジズ欲を打ったら絶対に相手のモンスターをリリースしながら2ドローできるっていう理論上最強のギミックと、はい、なっております。まあ、コンポデッキになってますんで、まあ、一応こういうトラップカードをセットしやすいようにトラップトリックが入っていたりとか、合剣純正剣になるね、純正剣になる合剣とか、金剣とかが入っておりますという感じですね。はい、まあ手札誘発とか全然ないですけど、まあなんとかなりました。なんかランクもやってる感じ、意外と強かった、使ってる感じはね。はい、早速こちらの僕が考えた最強ギミックをぶん回していきましょう。デュエルスタンバイ。はい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 、シャドウディストピア若干かぶり気味なんですけども、ウワンダリーズとかいう、外長と言われている最強デッキのせいで純正剣になってしまうと言われている強欲的な発動あの鳥のせいでな。あー、闇のデッキ破壊ウイルスか守ってくるしかないか、追ってくるしかないか、追ってくるしかない。で、テリジア召喚で効果発動、テリジア効果、あー OK 通る。でダイノルフィアフレンジーセット、無限フォイトがエフェクトベラーな、そうですね。で、こうしてこうしてエンドで、はい、しっかりとジャックナイツケアも怠らない。さあ相手何デッキなんでしょうかといった感じですが、フレンジーが刺さっていただけると嬉しいんですけども、ワンチャンもうフレンジーで、あ、強欲で剣気圧も、なるほど、ちょっと一回フレンジーを打ちましょう。さあフレンジーをぶち込んでいく、ダイノルフィアレクスターム爆弾、これ最悪もうレクスタームコストにします。まあ相手のデッキ次第ですけど、デッキ赤いウイルスのコストにします。あまりにももったいないけど、ルーンだ、行くしかねえ、行くしかねえだろ、ルーンは行くしかねえ。対ルーン決戦兵器を今セットしてるから俺ルーンは行くしかねえ。ちょ、魔法くらえ。タイルーン決戦兵器誰、ホサキ、オッケー、いいだろう、サージね、オッケーまあ使うしかないよね、使うしかない、使うしかない。で破壊のルーンも使ってくる、なるほどくっそ、使ってきやがるぜ。でこれチェーンでさ、チェーンで何されたら一番やばいかって話だよね。黄金の雫のルーン、やべえ、なんかめちゃくちゃ使われてる、やばい、チェーンされるの結構めんどくさい。いや、でもリゾルブか。ここでリゾルブ。
はい、で、1枚ドローしてめっちゃ除外されて、あーやばい、チップ消せた。でも魔法カードであれ、全部手札全部魔法カードであれ、怪獣ね、はいはい、なんかな、後で確認しよう、何が飛んだか。よーし、よーオッケー、きた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 、相手ハンド0枚場もなし、来てる、これはかなりテリジアか、テリジアいらねえな。アフリマでシャドウディストピア1枚から持ってきて、で貼って、でアフリマ召喚バトルですね、一旦1500と1700バトルして OK で、ですね、まだ天国飛んでませんね、天国さん飛んでませんね、天国さん飛んでない、メイン2入る、アフリマ効果、テレジア君は吹き飛ばして、天国さん持っていきましょう。で、天国さん効果増、セットカードは破壊できない。で、エンド。で、魔法引け。魔法引け、頼む。トップマジでスキドルとかやめて、まあ、スキドルとか勝ちか、ほとんど。よし。悔しいでしょうね。全部が破壊されてしまった。ザバー！デッキ破壊ウイルス、ちょっと愛好家になり始めてきてるんだけどさ、やっぱさ、デッキ破壊ウイルスってさ、なんかドローしたカードしかさ破壊できないの弱すぎない？なんかなんでさ、サーチしたカード破壊してくんないの？サーチしたカード破壊してくんないと意味わかんないでしょ。これおかしいよな。とりあえず一回、金剣で吹き飛ばして、モンスターを。はい。この辺も全部吹き飛ばして、で、6枚見て、増獣を撃つと。OK。あんまり刺さりません。なんなら1枚も特殊召喚しないと思います。多分。わかんねえもんな。6枚除外しただけだ。はい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 。なるほど。さすがに、さすがにテラフォがアフリマですね。まあこうしますか。で、5枚戻しますからのテラフォーミング活動します。でテラフォーミング効果によってシャドウディストピアというのが加わります。でシャドウディストピアとかいう地獄のカードの効果によって一応リリースを肩代わりするという効果が一応あるんですけどね、相手の、まあ、一応これ発動するか、発動して、はい。ちょっとリリス君の効果で、一応フレンチセットしに行きますか、さすがに。ほい。闇デッキでもいいけどな。いや、闇デッキはさすがないか。まあ、さすがにフレンチだな、ここは。はい。はい。はいと。はい。好きなやつ選んでいいよ。好きなセットするから好きなやつ選んでいいよ。はい、茶番。で、カード1枚セット。一応ですね、ハオーリの魂の効果で魔法カードを牽制できるんで、まあ、ハーピーの春動きと言われても、まだなんとか。やべ、ちょっと1枚ドローさせちゃった。特殊化したわ、すまん。強制なんだよね、暗黒世界、シャドウディストピアは。で、ハオーリの魂の効果を発動。4000ライフを支払って、学院開幕。そこで撃ってくるのうめえな。やるじゃないか。確かにな。そのタイミングで撃つと、ハオル魂の墓地効果が発動できないので、ニビルね。はい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 。ニビル撃てるかもしれなかったけどね。相手。もしかしたら。で、ザーク、特殊。で、相手がアルベルの効果で、楽園マジックドラップカードをサーチ。まあ、ザークの効果はこれ無効なので、あんまり意味がない。月の書もないから意味がない。で、アルベル効果発動していく。まあ、でも楽園融合には撃てますからね。は、う、い、ん。楽園融合には打てますし、なんならフレンジーもあるんで、まあ、レクスタームで制圧もできると。来てる。神。で、ザークの交換無効。さあ、楽園融合打つか。楽園融合打ったらお前、やべえモンスター爆弾するぞ。打ってくる、なるほど。
覇王の魂の効果を発動。ザークをゲーム感情開始。これ占って言わざきつい。ない。オッケー。で、ダイノルフィアフレンジーも発動。さあ、ダイノルフィアフレンジーの効果により、これが覇王、ダイノルフィアからのシャドウディストピアムーブよ。これ一番強い。これ実質最強ムーブ。覇王、ダイノルフィアのムーブしながら、シャドウディストピアからのドッキリ舞台構えてるんで、これめちゃくちゃ強いです、これ。で、レクスターム爆弾する。で、これで2000以上のモンスター効果発動できない。で、クリスタルクリアウィングの方が多分強いかな。赤の楽園とか言われたらめんどくさいもんね。盾でいいか。盾。はい。で、ブレイブアイズも盾。よし。で、アークリベリオンも盾。で、スターブだけ召喚ムービーあるんでどうぞ。スターベルムフュージョンドラゴン、うおー、見よ、1枚が5枚に4枚か。1枚が4枚に。さあ、圧倒的。楽園融合を打ったところで、リベリオンもアルビオンも効果が発動できねえ。直接ミラージェードかなんか出てこなければ大丈夫だ。アルビオン、オッケーいたろ。さあ、アルビオンの効果を起動できないので、何もできない。来た！何にもできない。なんでかって、レクスターム君とかいう最強のモンスターで制圧してるからな。ちなみに今これドキュー舞台あるんで、相手のカード2枚ぐらい剥がれてきますからね。よっちょ、あかん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 。それはあかん。それはあかん。それはあかん。マジで。それはマジであかん。これはまあドキュー打てばいいか。ドキュー、あいつはいなくなれば融合できないんで、フィールドのこのカードを含むだから、まずドキュー舞台打って、最近自分でいいや。シャドウ時いらないから、自分でよくて。で、あるいはその楽園をぶっ壊す。ドキュン、ドキュン部隊を発動して、で、そのなんか頭悪そうなドキュンを破壊するから、融合召喚が不発になる。オーケー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 。まだもう一枚ドキュン部隊残ってますからね。はい。はい、なるほど。なるほど。エンドフェイズ、ドキュン部隊発動。ドキュン部隊発動して、アルビオンを、何コストにちょっとやばいから、こうして、後ろかな。どうこの強さ強すぎでしょ。で、今一応シャドウディストピアの効果は発動するけど、トークンが出るくらい。オッケー。あ、残り60秒前。強すぎだろう。このムーブ最強では。で、あの、魔法カード、魔法トラップカードなんか知らんけど、あの伏せカード、あれ無効化できるから、これスターピロムコピーしても意味ないね。これアルビオンの墓地効果もこれ剥がれ止められるわ、神。神ゲー。はい。で、一応作っとこう。一応残り1000にしといて、これで相手がデッキトップアレベルとかでももう効果が発動できないっていったところ。はい。で、なんだこれ。やばい、忘れてた。ちょっと待って。あ、待って、やばい。あれ、伏せカード何？あれ、楽園追放とかだったら終わるよ、俺、もしかして俺。やばい。ちょっと待って。それ何？これ楽園追放だったら、あぶれー、違ったか。なんだ、あの伏せカード。ちょ、マジでやばい。あっぶね。完全に忘れてたわ。そういえば、アルベル君の効果、そんな効果あったな。完全に忘れてたな。ダメステラドラにちょっと効果発動できないんですよね。クリスタルクリアウィング君。まあ、一応これで墓穴で無効にすれば。いいか。はい。あれ、なんだろう、アンセカード。危な。クソ危ないわ。あ、無限包容か。危なかった。今これ、楽園追放やったらかなり終わってましたね。なんか全てのモンスター巻き込んで融合されて、世界終わるみたいなことを起こされてた可能性あるんで、よかったっすわ。危ねえ。だからあれか、一応アルビオンの効果を無視して、アルベルに墓穴打った方がいいですよ。まあでももう何もできないんでしょうね。ええ。すいません、危なかったです。悪くはなさそうだが、金券通りますかどうかって感じか。まあ、ちょっと、これアタッカー用意できないよ、これ。6枚。さあ、覇王竜の魂か、増字ね。OK。覇王竜の魂か、
リリスかフレンジ、魂が一番強いかな。はい、やばい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 、あぶねえ、さすがに魂か、あぶねえ、6枚めくっといてよかったわおい。まあ、一応これで土球部隊のコストもあるし、魔法カード牽制もできるし、闇レイズ欲とかいう最強カードも来た。これ単体だと弱いんだよな、闇レイズ欲さん。一応モンスター除去できるんですけどね、相手の魔法カードがない時に打つと一番強いので、闇のデッキ破壊ウイルスを打ってから、打つ闇レイズ欲が一番強いです、一応ね。それが一番強いですね。はい、魔法って言って魔法カード全部消してそっから打つ闇レイズ欲採用。はい、さあ魔法カードを使ったら変身するぞ、魔法カードを使ったら変身するぞ、ツインツインスター、くそ、どれだ対象は、ツインツイン最初取るよな、対象はまあ、そんなに今は土球なるほど、まあ一応ハールの楽しみ少しかないですね。まあでも十分でしょう、全然闇レーズってよく残って闇レーズよく残ってモンスター4体爆誕してるから、いやそんなに弱くはない、闇レーズってよくはと打てるかどうかっていうところはある。はい、ちなみに一番闇霊術欲が怪しいです。採用カードの中で。ここ別になんか痛み上げたらでもいいかもしれないね。まあ、相手側に打てるからと思って闇霊術欲にしてるし、まあ、最悪2ドローできなくても、モンスター除去できるかなと思って闇霊術欲にしてるんだけども、ここが一番怪しいところではある。通常トラップだからね、リリスでセットできたり、トラップトリックでセットできたりするんで、まあ入ってるんですけど、セット、おっと、どうした、おいおい、クソラコ展開でお前こっちのこの4体のモンスターに勝てると思ってるかい、は、いった、ちょ、闇レーズよく打てるかなこれ。でシャドウディストピア先に打ってでトークン出てから、あ出ねえか、リリースしねえか、ちょっと待って待って、やばいやばい、これ2ドロー、これ2ドローないとやばい、2ドロー、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、このドロー嘘でしょそんなことある、いやー無理だいや無理だわ、トップドロー2枚シャドウディストピアはほんまに無理。